桜銀行とは、かつて存在した、都市銀行である。1990年4月1日三井銀行と、太陽神戸銀行が合併し、太陽神戸三井銀行として、発足。1992年4月1日、桜銀行に業名変更した。2001年4月1日住友銀行と合併し、三井住友銀行となった。 1990年4月1日三井銀行と太陽神戸銀行が合併し、太陽神戸三井銀行帝国銀行は1954年1月1日三井銀行に行名復帰したものの三井グループの再結集が遅れたことや店舗数の絶対的不足により大衆化に乗り遅れたことで注意業が低置となっていた。そのため、 三井物産に対する十分な融資ができず、富士銀行と並列状態になり、三井グループ内企業からの批判も大きかった。小山五郎社長時代から資金量の拡大は悲願となり、1988年6月就任した末松健一社長も、三井銀行は注意業でありながら、ユニバーサルバンクでしか生きられない。それには、 何と言っても量的規模の拡大しかないと語り、合併を前提とした将来像を描いていた。合併相手としては、三井銀行と同等化会業が望ましく、最終的に選んだのが、同じ中医業の太陽神戸銀行であった。発足時に、他の上位業より約1万人多い従業員数、当時の日本企業で最多数になる、役員数74人。 相談役8人に象徴されるように合併により人件費や物件費が増加し収益は伸び悩んだ。本部組織の縮小や店舗の統廃合、1994年4月までに69点が行われたが、どのポストも休校を同数にするバランス人事や休校の取引先区分が残り、多校のような思い切った不良再建処理がやりにくいといった。 合併業の弊害も指摘された。また、バブル経済の崩壊に伴う株価下落で有価証券の含み益が減少し、1992年3月期決算で都市銀行で唯一 BIS 規制基準8%を達成できなかったため永久劣後債の発行に踏み切った。1994年6月29日、抹頭取が代表権のある会長に退き、 橋本俊作副頭取が頭取に昇格した。松下会長は相談役となり12月17日付で日本銀行総裁に就任した。この人事は旧校の出身者が交互に頭取に就任する。たすきがけで校内の融和が配慮された。しかし、経営環境は依然と厳しく、 1995年3月期決算への影響はなかったが、1995年1月17日に発生した阪神、淡路大震災でご支店に出張所が激しい損傷を受けた他社宅や、寮などが多数被害を受けた。アポロリース、縦保科学工業、藤田、三井建設などの経営再建問題、店舗の統廃合、 休行の派閥対立など課題が山積する中、1996年3月期決算で、重戦向け不良再建処理により、赤字となった。1997年6月1日、松将会長と橋本東取が退任し、岡田明江専務が、取に、高崎正宏専務が、会長に就任、副東取二名はいずれも、旧三井銀行出身者が就任し、 三井銀行主導の経営を鮮明にしたしかし、12月三井グループの食品商社東職が、会社構成法の適用を申請するに至り、経営や財務内容に対して、厳しい目が向けられるようになった。このため、内外の資産の圧縮や、店舗の統廃合や、従業員削減を中心とするリストラ策が、計画された。課題であった。 旧太陽神戸銀行の不採算取引の整理の一環として、朝日銀行との店舗交換は、1997年3月から行われ、旧太陽神戸銀行の不採算店舗12店を譲渡した。1998年3月31日金融安定化法に基づく公的資金を導入したほか、8月31日増資構想を記者会見で発表。 三井グループ企業や生命保険会社に引き受けを要請し、第三者割当増資による普通株式発行と海外主会社の優先株式発行を実施した。増資により財務基盤を強化するとともに重点分野であるリテール事業への取り組みを推進するため、AMPM ジャパンと提携し、AMPM の店舗内に桜銀行の ATM を出店することによる コンビニバンキングを開始したほか、個人ローン事業の桜ローンパートナー、日本初のインターネット専業銀行のジャパンネット銀行を設立した。1999年10月14日、住友銀行と統合前提とした全面提携を発表。2000年5月22日合併後の新業名は三井住友銀行とすることが発表された。三井の名前が復活し、 桜の名称は、業名から消滅することとなった。桜銀行の本店は三井住友銀行の九段、営業部となった後、2002年に本店営業部へ統合され、本店が入居していた、東京道千代田ビルディングは2003年から2017年まで、青空銀行の本店として使用された。桜の名称は、旧神戸銀行系のソフトウェア会社である桜、KCS。 旧三井銀行系及び太陽銀行系のソフトウェア会社が合併して発足した桜情報システムに残されている。桜フレンド証券は2000年4月1日新密証券会社の山谷証券と新栄医師の証券が合併して発足した。2003年4月1日旧住友銀行の新密証券会社の名工ナショナル証券と合併し、 SMBC フレンド証券となった。桜証券は2001年4月1日大和証券 SB キャピタルマーケッツに営業譲渡された。桜信託銀行は2001年6月28日全株式を中央三井信託銀行に譲渡した。桜カードは JCB カード事業の存続会社として運営されたが2016年4月1日。 セディナトが併ッした。1991年1月1日から銀行のテレビ CM が解禁される状況を踏まえ、前年秋、マルチタレントとして活躍しているジュリー・ドレフィスをイメージキャラクターに起用。1992年4月の業名変更の際には、同年3月末から4月上旬にかけ、ドレフィスの出演する業名変更を告知するテレビ CM が関東、 関西の民放で集中的に放映された。1998年2月から広末良子をイメージキャラクターに寄与した。太陽神戸三井銀行時代のキャラクター通帳等のマスコットキャラクターは太陽神戸銀が採用していたサンリオによるエディアンドエミー、三井銀が採用していた熊のパディントンがそのまま併用されていたが2年間の準備期間を経た業名変更に合わせ、 マスコットキャラクターは一新された。パラサリンキーダイノスという恐竜のオリジナルキャラクターが登場し、通帳やキャッシュカード、ノベルティとして用意された貯金箱等に登場した。1999年2月1日からドラえもんを新キャラクターに起用した。旧三井銀行に機械加盟企業、東京電力、ソニー、伊藤洋華堂、トヨタ自動車、野村証券。 金棒級太陽神戸銀行、大英、ミノルタカメラ、アシックス、緑十字、グローリー、能率、山陽電気鉄道、日本製菓。ありがとうございます。